目黒といえば牙所園、さんま、そして目黒祐樹が有名ですが、これからは目黒といえば地団、目黒の地団の色見せ、私店長佐藤秀樹でございます。ありがとうございます。さあ、いよいよ始まりましたワールドカップ2010南アフリカ大会。さあ、今南アフリカ対メキシコ、もう終わったほやほやの状態でですね、こうやってお話をさせていただいておりますけれども、いやー、それにしてもやはり初戦、もう南アフリカ地元の力を生かして、もうあの先制点なんであそこしかないというシュートでございました。まあ一方ですね、メキシコの方も、確実に決めましてですね、同点ということで、まあ、終わりましたが、とにかくですね、この大会、南アフリカ地元としてですね、過去に、地元の初戦は、18大会過去負けがないという記録がありましたけれども、19回目の今回も、まあ、その例に漏れず、今回も、引き分けということで負けはなかったということでございます。始まりました今回のグループ A なんですけれども、フランス、ウルグアイ、今回の、南アフリカ、メキシコと、このですね、4チームの中で、私あの1位通過が南アフリカ、2位がメキシコということでですね、私あの予想してるんですけれども、まあここは順当に引き分けたということで、がぜんですね、これ3時半から始まる、ウルグアイ対フランスの方が気になるところでございます。さあ、今回ですね、南アフリカ、いやとにかくですね、あの前半右サイドをやられまくったんですけれども、ここちゃんとですね、後半からさすが、歴戦の強者パレラ監督が、左サイドにですね、ちゃんとマークしている選手をつけて、それでもう完全に左サイド、マークを厳しくして、相手の右サイドを殺したところで相手に攻め手がなくなったんですね。そんな時に、裏にできたメキシコの裏のスペースをうまく使って、南アフリカが得点取った、まあそんなですね、監督の戦術的な交代というのもすごく楽しめる、第一戦でございました。さあ、ここでですね、お話しさせていただきたいのが、このワールドカップ、日本は3試合しかございませんけれども、それ以外の残りの試合をどう楽しむか、そんなところでございますけれども、まずは一つは、今回ワールドカップは、南半球で行われています。今南アフリカは冬でございます。冬の大会、もう体力がすごくある状態で のプレーがもう連日続きます。それでですね、そんなレベルの高いプレーが、見れる可能性がすごく高いということで、とにかくですね、自分が知れないチームでもどう楽しめるか、それはですね、この私のサッカー対走路を毎日見ていただけると、この試合を楽しみ方がよく分かるということでですね、これから1試合ずつこういった形でレビューをしながらですね、盛り上げていこうと思っておりますので、さあ来週の月曜日は日本の試合でございますけれども、もうボルテージはもうすでにクロマックスでございます。さあ、それではまた来週お会いしましょう。あ、またじゃあ後でお会いしましょう。